昨日なんかすごく優しくて、こちらとしてはそんなつもりないけど、やっぱりてんじゃんてか聞こえてんじゃんそれ、頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい、そう今すぐ君に会いたい、君に会って確かめてみたい、世界の断り愛の定義幸せのカテゴリー、まだまだ君を知りたい、こんなセリフからでもないけど、そんなにカッコつけてたって始まりゃしない、君じゃなきゃダメみたい、君じゃなきゃダメみたい、あー、こんなことになるならもっと前もって練習しておけば。さくら。あ、はい。これなんだが、一緒に乗って感想を聞かせてくれ。四輪チャリです。二人乗り？どんな気分だ？ちょっとしたレジャー気分です。